ャース15から2レンジャーズ現地時間6月11日、ドジャースタジアム、ロサンゼルスドジャースが、昨季ワールドシリーズ王者のレンジャーズに大勝。大谷翔平選手、29、は、2番、指名打者でフル出場し、16号塁打を放った。ドジャースは、初回、大谷の死球、フレディ・フリーマンの安打で1死1、2塁の好機を迎えると、4番、ウィル・スミスが、左中間スタンドへ15三ランを運び、幸先よく、先制に成功。6回裏には西満塁から、ムーキー・ベッツが、走者一掃の敵陣に塁打を放って、リードを拡大した。そして7回裏、大谷の5試合ぶりとなる16号2ランを皮切りに、ドジャース打線がビッグイニングを形成。フリーマンが2者連発の9号ソロで続き、5番テオスカー・ヘルナンデスが17号2ラン、8番ジェイソン・ヘイワードが3号2ランを放ち、この回一挙4塁打、7得点。8回裏にも追加点を挙げ、今季チーム最多の15得点を記録。12連戦の初戦を大勝で飾った。この試合の大谷は2打数1安打、1塁打、2打点、3四死球、1三振、1盗塁という内容。4出塁を記録し、初回には今季15個目の盗塁をマーク。今季成績は打率312、16塁打、オプス965に上昇。ナショナルリーグの塁打部門、トップ、ブレーブスのオズナまで2差としている。